お前こんなんするもんなんですか。楽しい楽しい、あ怖い、あみみしみし言ってる、みしみし言ってる、余裕余裕、折れたどうしようかな。してもらっとったのに。あかん、気持ち悪い。俺もそう思ってた。いや、男らしないわ。動かれへんわ。なべちゃん、おもろいとこ見つけたなと思って。そう、最初見つけたやん。そうや。じゃあ、ほんでさ、光ないのにずかずか上がっていく。先わからんのに。考えられへんわ。ここ来るときから、ここなんや、ここなんやって、横の辺ばっかり見つけてる。
Thank you.
ね、すごい人やね。時期があるから。スープを決まる。わー、美味しそう。でね、タイの身はお刺身にして、頭が洗って、そして残った骨のスープなんですよ。で、まだわさび入ってないので、まずこのまま食べてください。熱いんで気をつけてくださいね。はい、もうすごい匂いが、うん、タイ水にしても美味しいやん。美味しい、絶対美味しい。これはうまいね、これ。ちょっとこれ、うどん入れたくなる。うまいね。お好みでわさびを。はい、あ、まず飲んでみてください。あ、まず、はい。タイの香りが美味しい。出汁出てるでしょ。いや、めっちゃうまいやん。で、その味を覚えてもらって、そこにわさび入れます。うん、結構入れる。これは美味しい。生のわさびなんで、そんなあのツンとは来ない。これ美味しいわ。はい、そう言ってもう一口飲んでください。あー、うまい。美味しい。これいいね。で、こっちにわさび直接入れちゃうと風味が飛んでしまうんで、皿の方に入れてください。なるほど。で、はい、まあ、じゃあ熱なんで冷めたらまた火して。はい、わかりました。シイタケとね、これうまいわ。これうまい。ね、ちょっと水筒で持って帰りたい。いいね、あ、来た来た。これめっちゃうまいね。やばいわ。うん、あれちゃう？冬来たらもっと美味しいだから。染みますよこれ。うまいな。これ食うてみて、食えるようになったらうどん入れて。うまいね。ありがとう。あの、タレにわさび入ってるんで、味見ながらかけてください。はい、いただきます。入ってるね。いただきます。写真大丈夫ですか？カメラも出てないけど、動画にずっと。この大きさな。とりあえず上から。